さて、宝屋旅館さん、気仙沼駅すぐ近くの宝屋旅館さんに泊まってました。で、ここで連泊することにして、荷物は半分以上上の部屋に置いてきました。で、荷物は半分。帰り BRT バスで輪行しようと思ってるので、できるだけ荷物減らしといた方が輪行しやすい。で、今日はツールド三陸やってる陸前高田の方に、まあやってるからじゃないんだけど、陸前高田の方に向かって海沿いを走れるところまで走っていって、でバスで帰ると、こっち戻ってくるという予定です。やっぱ配信しながらじゃないと喋りっぱなしってわけにいかんな。だいたいふと気がついた時に喋ったりしてるんだけど、この動画をずっと通して見る人はまずいないはずだから、これスーパー片浜屋で何周年って書いてあったかな、何周年記念で餅つき振る舞い行事とかやってたらしいんだけど、数日前に確かこの店では 10月7日に餅つきイベントやってたらしい。ここから北の方には過去に走ったことがないので、正確に言うと昔ドラゴンレール沿い、ドラゴンレールでいいのかな、山の中の線路沿いの道は走ってったんだけどな、海沿いは走ってない。最近急にこの辺りセブンイレブンが増えてる。やっぱり結構降ってきてるな。一応今日午前中が雨の予報で、午後は曇りなんだけど、どうなるかな。しばらく雨雲は今通過中だから、パラパラ降ってると思います。
雨が切るほどじゃなかったな。さて、海沿いちょっと見ていくかな。そこが去年泊まった金鉱館さんで、あそこは風呂場の周りの構造というのかな、なんか風呂場がいろんなフロアからつながって、なんか宿の真ん中に別の空間としてあるみたいな不思議な構造をしてた。でこっちが2階泊まった大鍋屋旅館さんなんだけど、あそこに新しくできてんだよな。もともと泊まったのがこっちなんだけど、ずっと奥の方で向こうにも建物ができてる。あれカメラどこやったかな。パラぐらいだな。直接雨に降られる方よりも路面が濡れて泥跳ねがある方が面倒くさいな。なんかシャッターがなかなか切れないな。この程度の雨だったら腰につけててもいいか、カメラは。腰のベルトにカメラ装着中。これか。よし。大鍋旅館さんの駐車場もなんか拡張しているように見えるな。てかそうか、これもともと隣の建物があったところなんだ。さらし乗って you
あ、フェリー亀山ってこれ。気仙沼大橋に行くやつか。このフェリーそうだったんだ。明日、大島の方に渡ろうと思ってます。そんで港の方は、獅子折って書いてある、あのタクシー。獅子折なんな、読めねえ。で、ここが復興屋台村。なんか今朝のツイッター見たら、ここの復興屋台村の気仙沼復興屋台村チームっていうのが鶴戸三陸で走ってるらしい。しかも健脚コースっていうのに出てたな。多分100キロコースなんだろうな、あれ。カメラ使えるんだったら iPhone 首から下げとく必要ないな。昨日夕食を食べた気仙沼復興屋台村丸。以前ここにいたホヤ。ホヤ。ロヤ。は一体どこに行ったのか。てんてんてん丸。で、写真つけて。
道新しくなってる。これは1年以内かな、舗装したのは。かなり新しく見える。ここ営業再開してるのか、シャークミュージアム。去年はこれやってたっけ。そうか、この GPS の地図は多分震災前のやつだ。安全のない安全。
この辺りは建て直したのかな。そんなになんか新品に見えないけど。それとも津波に耐えたのか。事務所みたいなのは結構あそこしてでき始めてるな。事務所というか工場かな、加工場とか。さらしが多いけど、加工場みたいなの復活してきている感じ。おう。イオンにいる。イオンってどこだ？さっきなんかちらっとどっかに見えたな。ホヤボヤがイオンにいるらしい。イオン。近くだな。行ってみるか。
ですか。ですか。近いので、見に行ってみます。待って、祭りにいるってことは何だろう。人が中に入ってるタイプのやつか。まあいいや、すぐ近くだ。ここから橋渡って、道がどうなってる？この橋か、前渡ったの。どこが鳴ってる、これ。あ、これだ。そう、これだ。これ一昨年渡ってきたところか。そう、去年気仙沼の来てないような、確か。うん、でイオンが地図だと確かこっちの方。あれ、確かこっちの方にさっき見えてなかったっけ。地図だとこの川の向こう側か。あ、あれだ、あっちにあった。入るんだ、これ。
けるか、こっから。ん？これ従業員。まあでもなんたら立ち入り禁止って書いてないから入ってみるか。さんま祭りに小屋坊やがいるっていうのはあの像じゃないんじゃないかな。これ左コメリか、ホーマックだ。確か北海道発祥のホーマックじゃなかったっけな。お、あれか、なんかやってる。駐輪場は駐輪場じゃないのか、これ。
持ちサミット初年度優勝の坊やいないな。
バンドがそれぞれテント持ってんのか。ぼやぼや踊ってんな。そろそろ進むかな。結局気仙沼出るのが11時とかになってる。もうやんだかな。大して降らんかったな。結構雨雲予報だと、雨雲のレーダーだとそこそこ降ってるように見えたんだけど、ああもう一肩間に合った後で終わりかな。これはいや、まだ来るな。ここから北上してったらちょっと強いのに当たるな。まだ来とくか。しかしこの録画してる途中に iPhone いじるっていうのはなんか気が引ける。斜め下をずっと見た状態で画面にほとんど映ってないだろうから、
こんな通りがあったとは知らなかった。多分忘れてたんじゃないと思うけど。こっから右戻った方がいいか。どうしても当たれんなこりゃ。
これ店としてはやってないのかな？やってんのかな？あ、道が変わってる。なんだこりゃ。どっかの専務でもう一遍通り借りるか。この辺りなんかセブンイレブンが妙に増えてます。だいたい見かけたコンビニがセブンイレブンで、気仙沼の市街地の中にも複数ある。あとはローソンとファミマもあったかな。この辺り道が微妙に変わってるな。ローソン、あ、ローソンで借りていくか。お茶を買いついでに。
じゃあお茶買ってトイレ借りてきます。トイレがまだ開かない。
かな、まだ雨来るかな。できないモードがオンになってる。意味わからん。ああ来るな、まだそこそこの雨が来る。うん、まだか。今日どこまで行けるかな。この時間から行って、教会だな。なんか外国人の人が結構いるな。お？サンマ売ってるのかこれ。ただサンマじゃないサンマ食ってても、あでも腹減ってないな。いやしかし、サンマは別腹だから。焼き飯食、煙。煙さんもすごいな。あれ？あ、これも量なんだ。
いただきます。あ、これ試食で無料なんですね。何もですか。お客様は無料です。はい、どうぞ。美味しいとこ頼むよ。どうですか。はい、ネギちょぺっと焼けたよ。ネギどうですか。あ、ネギいただけますか。はい、どうぞ。ありがとうございます。合うとこは。あ、いただきます。オッケー、ありがとうございます。うん、ええ。
美味しいですか？あ、紙いただけますか？あ、じゃあ後で洗ってみてください。よかったら、そうそう、あの2階でクイズやっていて当たるとちょっと景品もらえたりするイベントやってるので、あの階段登って2階でやってます。あ、ありがとうございます。後で寄ってみてください。身が簡単に取れてうまかった。食べやすかったし。あれがネギかな。メカカマってメカジキのカマのことか。
やっぱり陸前高田じゃなくて高田なんだな。もう水を行ってみるかな。今日は何だろうな、生え方がちょっと合流する前にしばらく水を行けるな。あれサメか。サメが椿持ってる。魚マッサ？モドペス？
なんじゃこりゃ。え？何これ？でも祭りやってんのか。復興マート。輪っかの前に顔を向けて、お母さんニコニコしてみてください。ニコニコして。みんな見てるからね、ニコニコしてください。お姉さん、はい。あ、お母さんも、あ、お兄さんたちもね、すごくいい顔してます。今日はね、子供笑顔の日でございますから。いいですか？じゃあみんなニコニコしてて、じゃあいいですか？いいですか？今からその輪っかに穴が開いてるか調べてください。両目引っ張ってみても調べてるよ。何もないですよね。ギューッと引っ張ってみていいですよ。何なんだろう。
ツルハドラッグのかな、この辺りは結構見る。国道だ。お？これ川沿いにずっとまっすぐ行ったら前に通ったことがある、あの線路沿いの山の中で、右が海沿いの国道だ。で確か最初100メートルぐらい登るはず。汗かくなこりゃ。あれ向こうから登れないのかこれ。あれ。ああ行けるけど。階段か。ワカメプラザ、アルニス。
車多いな、こっち。いや、でも一応海沿いを走っとくか。帰りに上獅子折りあたりで BRT 降りて下ってくる手もあるな。最初トンネルをいくつか越えなきゃいけない。メイド看板だ。つまりメイドカフェだ。違うか、レストランか。しかし、建物が結構ゴキもしてるのは津波が来たわけじゃないのかな、ここは。でもここに新築の家があるってことは来たのかな。
陸前高田まで19キロ。しかも途中回り道していくから昼にはつかんな。でも昼ご飯は陸前高田で食べたいな。来週か。三陸道ってあれは有料道路かな。大峠
狭いな。急道行こう。だるなぁ。ん？あ、左の運気があったんだ。ってことはこれ逆走してるか。逆走だなこりゃ。こんにちは。お？ツールド三陸の人じゃないのか。また思いっきり
逆走してたな。この車の標識未だに見慣れてなくて、見慣れてないというか見る注意が足りてないな。あれまた来た。こんにちは。もしかして100キロコースかなんかの続きのを言ってんのかな、あれは。迂回路とか旧道からさらに右に行って半島の方に行くんだな。あれ今日は唐桑半島は予定に入ってないですが、何があるのかな、唐桑半島は。これか、三陸復興国立公園。復興国立公園、
巨大の鴨とかこの巨釜ってなんだろうな。巨釜7キロ、半蔵7キロ。巨釜って読むのかどうかもわからんけど、巨釜半蔵で一つながりかと思ったらそれぞれ違うものを指してるらしい。あ、こっちの道か、半島に行こう。なんか空が明るくなってきてる。
設住宅かな、これは。どう住み、同角だか同隅だか、12時目はどこなんだろうか、ここは。小月島と大月島ていうか、こっちの方かな。見えてない方向だよな、きっと。海沿いを北上中、丸。陸前高田まではまだ10キロ以上あります、丸。
ントか。生ホヤ坊やは中に入ってる人が、いやでも坊やってぐらいだから男ってこと分かってるよな。なんであの女性っぽい仕草だったんだろう。キャラ作り的に。離石海岸、ここも一応唐桑半島でいいんだ。大理石海岸、頭の中で浮かべようとするとどうしても風呂場になってしまうな。ローマ風呂的なのを想像してしまう。郵便局これ。珍しい建物を寄せてるな。館老人憩いの家。おはらぎっていうのかな、あれ。ともにタッチできなくなってきてる、濡れて。あの木、郵便局、丸、いちご味、はてな。なんで0いちごなんだよ。
なんか常設テントっぽいのはなんだろう。本がいっぱい並んでる。お、バス。雨がだらだら降り続くな。早く終わってくれんもんか。雨降りみたい。館ってのはやっぱ地名なのか、この辺り。左折道路はあれ？なんだ？左折道路ってことはさっき迂回したトンネルのことか。もともと通れるのか、あそこ。もう一個のトンネルは。あれ、オートバイ原付がダメってことかな。なんとなくトンネル避けて旧道っぽいとこ走ってきたけど、どっちにしろダメだったのか、トンネルは。本当だ、車専用になってる。なんて難儀な。そうか、だからさっきの人たちもわざわざこっち側通ってきてたんだ、アップダウンがあるのに。見えない。
景色があるわけじゃないのか。お、あれ魚が、あれ路線バスか。あれ BRT と路線バス両方あるのか。今の盛り行きだった。カニバットってなんだ。なんか板打ち付けてあるのにやってるのか、これ普通のそんなに古くもないあの上りが立ってるってことは、こっちから見てやってるように見えないけどな。大沢、こっち来ねえか。大沢マップ。こうか。
トンネルが新しくできてんのかな。いや違うか、普通の道か。その道は港に降りる道か。この声、鹿の鳴き声かな、あれは。竹のすれって締めなのか。うわ、かな、さっき、なんだっけ、サンマフェスで焼きガキ売ってたし、しかも俺たちが取ってきたとか、看板に書いてあったからな、今朝取ってきたって。気仙沼の海産物今回こんだけ食ってるの初めてかな。昨日も刺身食ったり、まあ、海鮮丼は2年前にも食ったかな、確か。2、3年前も。
お、県境だ。岩手県入り丸。でツイート。ここから岩手県陸前高田市釜石まで63キロ、まっすぐ海沿い行くんだったら釜石まで行こうかなと思ってたけど、釜石からの移動時間がまた大変なので気仙沼周辺回ることしました今回は。で、今更こんなこと言っても誰にも伝わらんか。これもヒロダじゃなくてヒロタなのか。まだすんのか。船渡までかな。
害、谷と書いて害って読むか、あれ害虫の害を当てる妖怪もあったな、そういや確か甲府の武田神社の北側パラガ峠の下の方気仙小学校、気仙の地名こっちもあんのか、 県越えたのに。というか県で区切られたのっていつなんだっけな、歴史を全く知らない。あ、気仙小なんだこっちも、高田市気仙町。お、ビアティ紙すごろくか、これしてた。16時49分とかあのあたりかな。おっと、おでか、
BRT のカードなのかこれ。ちょっと欲しくなるな。高架線作ってるな。まだ全然やんでないなこれ。ああ、でまたセブンだ。またセブンイレブンだ。本当多いな。セブンかローソン。三陸復興道路、あれも自動車専用になるやつか。ああいう靴の中が濡れてきたな。めんどくさくて相変わらずシューズカバーいつまでもつけてなかったもんで、ついに浸水してきた。もう今更つけても遅いな。
よく見えないけど結構さら地っぽいのが多いな。遠くはちょっと霞気味でよく見えないけど。陸前高田で昼飯食えるかな。
あれ橋か。ん？橋じゃない。なんだあれ。あ、あれもしかして三陸道かな。かっこいいな、なんかじっくり写真撮ろう。私はもう走り終わって帰ってるところかな。画面がまともに操作できない。三陸道路に座って、あの右側の盛り上がってるところは何の意味があるんだ。スズルじゃなくて、こういうのはワイプアウトか。なんかワイプアウトのコースみたいなものが点点点丸。ワイプアウトじゃ通じんか。未来カーレース、
ん？いや、これはパイプラインか？ん？書いてないなあ。あった。復興事業を行っていますよ。わかんないなこれ。何作ってんだろうな。水路かな。あれは掘りやすいな。気温が18度で下がってる。自転車の方は歩道通行するよう推奨までしてはな、珍しいな。津波浸水、ここから4キロ。うわ、あれ、これどこからどこまでが元市街地なんだろう。短い車が映ってる。短縮された車が。
これ奇跡の一本松か。終わって帰る人たちかな。奇跡の一本松駐車場って。どれなんだ。うちか。志賀市ってのはもうすぐ駅のとこだけど、この辺りよりも駅前の方行ってみたいな。松茶屋。通行規制区間になってるのさっきのさらちんところは。あ、一本松向こうの方か。旧ユースホステル。旧道の駅。慰霊碑。旧陸前高田駅のところは、トイレ借りてくるかな。トイレがあれば。あった。これいいや。
日本松まで片道10分15分。自転車では行けないのかな。まあ見に行ってみるか。すぐでいいのか。ん？違う。こっちだ。ベルトコンビアなんだこれ。お、二輪車もダメか。なら。歩いて見てくるしかないか。押さえていくか。丸。ウテキバ、ウマチ、ウマチ、うん、
また押した。あれか、でかいの思ったより。何メートルあるんだあれ。人がある2として20メートルあるのかな。それ以上か。予想外でかい。だいぶ汚れてる。またついた。坂田チアリングパーティー、坂田応援団か。あ、ダメだ、余計に曇る。
高台の住宅地作っていますって、あれのあれつながりの土砂運ぶベートコメなのか。松原だったんだ。松原の中で1本だけ残ったのか。はあ。なんかものすごい蛍光色の人たちがいる。何のグループだろうね。奇跡の一本松丸、もともと松原があったところで一本だけ残った松の木のようです。丸、なんで日本になってる。津波の後に怖いってのかっこいいな。足が。柳瀬隆か。あれ違う。え？なんだ、結構三着。
じゃあ画面を作る。ああ、うん、2回落ちてね。あれ、なんでどこでもカメラ。あ、いや、戻った。なんで、触ってるからね。画面にね、右側に当ててからね。ご飯に落ちてから。もうちょっと溺れないように。ちょっと危ないね。あれちょっと足が飛び出るな。あ、足はいいよ。なんか違う。あれ顔反対するのかな。あ、まあ。なんか全然ピンとは立ってんのかってのがよくわからないんですけど。ちょっと多分ボケてるんじゃないかな。この中に書いてあるのこれ土木会社の名前か。中沢とか名岩とか鹿島ん佐田佐田家か。高台に住宅地を作るために残土処理をするためのベルトコンベヤーみたいです。丸。また組み直し。樹脂加工して。そうそうそう。ちょっとそれ聞いちゃうとありがたくなります。バッテリー切れるか。ん？違うな。会津駅に行ってるビアさんが。
どっかもめか。よく実現されたな。Thank you.
ってるな。ああ、またなんか切り替わってる。何モードなんだこれ。ノースアップなんだけど。何用の表示なんだこりゃ。勝手にタッチされるとなんかいろんなことが起きるな。ああ。縦横自動感知モードまでオンになってる。これオフにしとかんと。ダッシュボードがフィットネスに合ってるせいか。ここで設定すればいいんだ。どこでやるんだっけ。セットディスプレイオリエンテーションロックはロックポートレートかな。これでよし。どこで切り替わってんだろうなこれ。ああもう時計も何もかも全部リセットされてる。そして雨が止まん。静かだな BRT。 これ陸前高田駅があったところってん？森津市の向こう側というかないのか。ってことはやっぱこっちで食っていくしかないかな。ちょっと現在の衛星写真。ここで食っていくしかないな。ってことは BRT の陸前高田駅っていうのはこの別にあるのか。
旧陸線高田駅 BRT の一本松駅はその代わりなのか。あ、いや、上の方にあるな、市役所のあたりに。商店街あるな、上の方。じゃあ飯は撮影止めて行ってきます。